ハット P-2B は2007年5月にハットネット計画によって発見された太陽系外惑星である。主星の HD147506 は太陽系から440光年離れたヘルクレス座の方角に存在する F 型の恒星で太陽より大きく明るい。ハット P-2B の軌道平面は地球から恒星を観測した際の視線方向と重なっているため、 5日15時間ごとに惑星が恒星の手前を横切り、現行が観測される。ハット p 2 b は質量が木星の8.65倍、半径が0.951倍、平均密度が地球の2倍と計算されている。表面重力は地球の約24倍に達し、これは太陽にほぼ匹敵する値である。 ハット P-2B のように恒星に近い軌道を交点する惑星は大気が熱せられ半径が大きくなりがちだが、ハット P-2B は自己の重力により強く圧縮されているため比較的小さな半径に収まったと考えられている。ただし、圧縮効果だけでは惑星の密度を説明できず、100地球質量前後の個体コアが密度を上昇させているという研究もある。 ハット P-2B はかなり潰れた楕円軌道を回っており、1回の光点のうちに、恒星からの距離は500万 km から1500万 km の間で変動する。このような軌道は、ホットジュピターとしては珍しい。仮に地球がハット P-2B と同程度の離心率の軌道を持っていた場合は、太陽からの距離は1年の間に0.487。 au から1.5163 au まで揺れ動くことになる。主星からの距離が常に変動するため、惑星内部には超積摩擦による熱が発生しており、恒星から日射の形で直接受け取る熱に加え、超積熱が惑星の進化に重要な影響を及ぼしてきたと推測されている。ロシター効果の観測によると、惑星の軌道傾斜角は小さく、 巡航軌道を好転していると見られる。また、外側に別の惑星が存在し、ハット P-2B の軌道に影響を与えている可能性があるが、2009年の時点ではこの仮説を肯定する証拠も否定する証拠も見つかっていない。ありがとうございます。